函館でマンションに放火しようとした疑いで逮捕・送検された男は、火元の階の住民で、自ら持ち込んだ段ボールに火をつけたことが分かりました。函館市港町3丁目の自称派遣社員小西幸太容疑者は、27日、自分が住むマンションの3階の廊下で、用意した段ボールにライターで火をつけ放火しようとした疑いで、昨日検察庁に身柄を送られました。 警察によりますと、小西容疑者は火元になった3階に住んでいて、警察の取り調べに対し火をつけましたと容疑を認めているということです。また、このマンションでは25日と26日にも3階の廊下で不審火が起きています。3件の不審火はそれぞれ廊下の別の場所で起きていて、警察が関連について慎重に捜査を進めています。